最終回やん。いや、そうなんですよ。な、寂しい。な、卒業やもんね。もう会えなくなっちゃいますね。な、あ、まあでもそんなこともないけどな。え？そう、会えなくなることはないんじゃないですか、別に。ん？なんでですか？いえ、その別にその卒業したとしても別に会おうと思って会えるというか。え、何されるの？終わったとは。まあでも一旦普通にパン人で、はい、普通に女の子でバイトしたり。あ、バイトしたり。何のバイト？試験バイト。試験？え、どういうところ？え、なんか一回行って終わりみたいな。入院系。あ、お泊まり系。はい、お泊まり系で行ってきます。それはみんな。あ、誘ってはいます。あ、誘ってはいい。はい、一人やっぱ怖いんで。確かに試験って結構ね、なんか怖いな。心細いか。確かに何があるかも。確かに心細いかも。死んじゃうかもしれない、ね。例えばスマホとかさ、使える時間限られてますよね。この間調べたらそういうのも制限されたりとか。あ、確かにずっと。一人でつまんだりみたいな。生活リズムは厳しいから。うん、確かにそれ寂しいかも。うん、それついていい。ついていっていい？ついていっていい？あ、その支障をきたさないなら全然。仕事に支障をきたさないちょっと私的な感情が入ってそうな感じするから。いやいや、全然違う。そのこれからの医療のために。はい、そういう系？いや、そりゃそうや。試験ってそういうことやねん。これからの医療のためにっていう、それ一本ですよ、そんな。岡田さん、絶対そのご飯時とか、うん、一応隣いい？うん、ご飯隣で食べてきそうだから嫌だ。なんでやねん、なんでやねん、隣で食べたらいいやんな。ちょっともう一般人なんで。え、その一般人ってどういう定義なんそれ。え、恋愛は解禁されるってことキモい。でもまあそうですね、解禁されるってこと。まあそうですね、あ、そうなんや。いやいや、その、キモいってなんやん、その、そう。いや、なんでわざわざ聞くんですか、そんなこと。みんなが気になることやから、それは。あ、そうです。大丈夫かなっていう、その、心配してんのよ、だから。優しい。あ、今まで縛られてて。そう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 。確かに。しかも、それ、ほんま、解禁されるか、だって、その、変な男とか寄ってくる可能性もあるから、その、注意喚起として。注意喚起？はい。え、そう、岡田さんが一番変な男ですよね。今のところ。あれは？今来た。いやいや、そのなんなんその、あれ変なとか言ったら支障きたす。これから収録もするし。まあ、いや、これから最後の収録するときに。あ、本当ですね。そうそう。そう思われてんねやって思って。いや。だからそれなん関係なく、それだけ注意してもらって、あとこのシールももうなくなっちゃったの。え、なんでですか？いや、iPhone ちょっと壊れまして、ちょっと iPhone 変わってしまいまして。渡したのに？シール？はい、え、それもう一回つけたらよかったじゃないですか？うん、いや、もうだってあれ剥がされへんから、剥がせるタイプじゃないやん、この解散とともにっていう。え、ひどい。悲しい。え、なぜ突き放してくる？な、あ、確かにそれ、解散とともにみたいなね、あれですけども。うん。まあでもインスタはね、フォローしました。ありがとうございます。突然、びっくりしました。ありがとうございます。なんか、岡田さんなんかストーリー見るの早い。マジ？岡田さん多分、チュラめっちゃ見てる。いや、見てない。ね、え、絶対、卒業した後 DM 送ってくるじゃん。え、絶対、お元気ですか？いや、そんないっすよ。その、結構前やろ、でも、インスタフォロー。え、2週間前ぐらいですよ。え、私、何ヶ月も前からフォローしてて、うん、岡田さんの。そう、私もです。みんな多分、うん、全然、あ、フォロー返さない人もまあいるしなって思ってたら、うん、突然2週間前ぐらいに帰ってきて、このタイミング、ちょっとざわついちゃった。ちょっと、楽屋ざわついて。楽屋ざわついてましたよ。え、なんでこの、今このタイミング？卒業発表してから。いやいや、ツイッターやめたから。え、それもちょっと知ってました。ツイッターやめたから。どうしたんですか？いや、もうつぶや、X か、はい、X やめ、いや、もう X レスやったし、全然。なるほど、その理由か。はい、X レスやったんで、X レスやったんで、やめまして、アカウントも存在しないから。そういうこと。いやいや、から、そういうこと。これを、それで、はい、そういうこと。あ、フォローしたっていう。合点がいったでしょ、で完全に。そういうこと。いや、そういうことやで。いや、まあ、3月30日。なんや！
い。怖いな。オンになった。いや、でかい声出す人はやっぱりね、私たち怖いから。怖いです。収録のあれちゃう、もうライブじゃない、もう。終わりに近づいてるもん、そのライブも。あ、残り少ない。そうです、そうです。やばい。早よ取らん。そうなんですよ。ライブの時間が近づいてライブの時間、ちょっと撮りましょう。ね。撮りましょう、撮りましょう。ね。ということで、ここまでのお相手は、岡田光太と、チュラの七瀬歌と、田中美優と、楠木小花でした。バイバーイ。ありがとうございました。いただきます。あ、大丈夫。はい大丈夫大丈夫大丈夫、なんか狙ってるなんか初めて心配された気がする。いやいや、そんなことない。常に心配はしてるよ。どうすんのかなっていう、その今後どうしたらいいと思いますか。確かに今後逆になんか逆にしといた方がいいこと、うん、この20代とか10代後半のうちにあやっといた方がいいこと、この人生の先輩としてなんかありますか。はいはい、やっぱりその恋愛、恋愛と恋愛、うん、やっぱりその恋愛から学ぶことっていう多分結構あるというか、お倉さんは結構いろいろ経験してる。そうやね、やっぱりやっぱモテて、まあ、モテてるというかね、モテてる自覚はないですけど、なんか、うん、恋愛でもこう数々のいろんな女の方たちと、うん、そう、いや、数々というか、まあ、一途で、そうそう、数というか長い、結構長い、そうそうそう、へー、そう、でも誰とするかっていうのが大事だから、ね、その人、確かに人を見極める力。どんな人がおすすめとかありますか。確かに、ああでもちょっと上の人がいいかも。ああ何歳くらい。30から35の間とか。結構上かな。どうなりたいっていうのがある？どうなっていきたいみたいな。でも人間として成長したいです。うん、あ、ほんま関西人やな、じゃあ。関西人限定、うん、関東の方じゃダメですか？関東の方もいいけど、まあ、特にいいのは関西人。で、さらにいいのは関東に来た関西人。そこ全然変わってくるから、やっぱり。勉強になります。そうそう、大変ですよ。で、身長も低い方がいい。それだけ伝えとくわって思い出して、それを毎日思い出すのが大事。毎日、3歳から来た。そうそう、誰やろって毎日こう思い出すのが大事。なんかラジオとか聞きながら出た、今収録したラジオ聞きながら毎回リピートした方がいい。わかりました、うん、そうそう、この条件を。静かな部屋で広い、そう、空間、狭い空間。ああ、はいはい、はい、そうそうそう、でもライブやもん。あ、そうだ、もう行かなきゃいけないんで。なあ、写真、あ、写真、そうですね、最後や、いきます。これ入ってます、ちゃんと。大丈夫ですか。あ、大丈夫です、入ってます。いきます、はい、チーズ。はい、ありがとうございます。いい写真これもらえるんですか。あ、はい、大丈夫です。大丈夫です。まあ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 。まだ欲しなったら。はい。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。ライブね。はい。